リクライニングヌード、ゲイツヘッドミレニアムブリッジにて、ジュリアン・オピーは、イギリスの現代美術家である。ニューブリティッシュ・スカルプチャーと呼ばれる作家の一人とされる。シンプルな点と線による独特な顔を生み出し、世界の名だたる美術館に作品が所蔵されている。ジュリアン・オピーは、ロンドンで生まれ、オックスフォードで育てられた。ゴールド・スミス・カレッジにて、画家で、 コンセプチュアルアーティストのマイケル・クレイグ・マーチンに学び、1983年に卒業、その後は早くからイギリスのギャラリーで成功を収めた。オッピーは当初、鋼鉄の形状と緩く描いた塗装の絵をユーモラスに組み合わせた金属彫刻のシリーズを制作し、1980年代、イギリスのアートシーンで影響力のある人物として登場した。 彼の作品の特徴は人物や風景を単純化することである。平面作品において人物は黒く太い線で縁取られ、クローズアップした人物の顔では目は小さな黒い点で表現される。風景においても木々や山々の形状は単純化され、色彩もコントラストのはっきりとした配色がなされている。評論や紹介文などでは 黒の線画と最小限のディテールでレンダリングされた人々のポートレートや人体の歩行アニメーションがこの作家の特徴的な作品群であるとされ、作品テーマについては美術史との関か,かり合い、新技術の利用、人体への執着そして一つのアイディアを様々な媒体上に展開すると描写されている。オピーが描く人々のほとんどが様々な職業に就く一般の人々である。 皆点と線だけの顔だが、とても個性が光っている。水戸芸術館現代美術センター学芸員の高橋瑞は、水木は人間の眉、鼻の穴、口、顔の輪郭、そして髪型と最小限の要素でもって、個性を描き分け、まさに究極の省略の美と言えると語る。また彼自身は作品へのアプローチについて尋ねられ、次のように語っている。まず、 写実的に作ろうとすることが公平に確信できる一つの判定基準です。あとはその作品を自分の部屋に欲しいか。それとたまに自問するのはもし神が自分の作品を一つ提出するのを許可したらそれに値するか。制作方法も独特でモデルをアトリエに招き入れるとなるべく表情をつけずにポーズや目線、顔の角度を変えながら写真を撮る。 その数は一人当たり数千枚である。次に特徴が出ていると思える写真を何枚かコンピューターに取り込み、顔のパーツを正確にトレースする。その後、眉や口の形、目鼻の位置関係、顔の角度など個性を表す最も効果的な部分を残し、徹底的に簡略化する。このようにして出来上がった作品はシンプルだが、とてもポップなものとなる。 モデルの個性が凝縮された OP にしか描くことのできない唯一無二の顔となる。また近年では人物の全身を側面から表現した作品が多く、はっきりとした輪郭線と透明感のある平面な色彩による表現は以前のままながら顔はただ丸く描かれ単純化、簡略化の傾向を強めている。活動の場は美術界のみにとどまらずイギリスのバンド、 ブラーのベスト版、ザ・ベスト・オブのジャケットデザインなども手掛けている。また、浮世絵のコレクターとしても知られており、北川歌丸や歌川広重らの作品を所蔵し、浮世絵展のため、キュレーターとして、広重作品を選定したり、葛飾北斎に影響を受けた作品を制作している。ありがとうございます。